遊戯王のルール講座。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、遊戯王のややこしいルールについて解説していこうかなと思ってます。これシリーズ何回か続くと思うんで、今日1限目です。で、1限目のテーマですね、対象に取る、対象に取らない、こちらについて解説をしていこうかなと思います。で、対象に取る、対象に取らないって何ぞやっていう話なんですが、遊戯王カードっていうのは基本的に2種類ありまして、対象に取るカード、そして対象に取らないカード、この2種類が存在します。で、対象に取るカードっていうのが、例えばこのギャラクシーサイクロンとか、それからブレイカーとか、サジンの竜巻、こういうカードなんですね。で、対象に取らないカードっていうのが、このフォーチュナリーウィンディとか、このライトロードハンター雷光とかっていうカードになるんですけれども、じゃあ対象に取るカードの違いと対象に取らないカードの違いについて、まず対象に取るカードっていうのは、例えば魔導戦士ブレイカーだと、カウンター1個召喚成功時に置いて、で、まあ、攻撃力アップするよっていう2番2番の効果までを無視して1回で、丸3番、このカードの魔力カウンターを1つ取り除いて、フィールドの魔法トラップカードを1枚を対象として発動できるって書いてあるんですか。で、まあその魔法トラップを破壊するっていう効果なんですけども、対象としてと書いてある、もしくは選択してって書いてある、これが対象に取るカードです。例えばギャラクシーサイクロンもそうです。フィールドにセットされた魔法トラップカードを1枚を対象として発動できる。サジンの竜巻も、魔法トラップカードを1枚を対象として発動できる。これは対象に取るカードなんですよね、こいつらは。じゃあ逆に対象に取らないカードは何なのかっていうと、こいつとかライトロードハンター雷光、これは、なんて書いてあるかっていうと、このカードがリバースした場合に発動すると、フィールドのカードを1枚を選んで破壊できる。選んで、これ選択してとか対象に取ってと選んでって、日本語的にはほぼ同じですよね。日本語的にはほぼ同じなんですけど、コンマイ語コナミの遊戯王に関しては全く違う意味になります。全く違う意味になる。対象に取るカードは選択してって書いてあるけど、対象に取らないカードは選んでって書いてあるんですよ。なので選んでって書いてあったら対象に取らないと覚えておきましょう。で、もうちょっと細かい話をすると、何が違うかっていうと、このギャラクシーサイクロンとかサジンの竜巻って、これ効果の発動をする瞬間にも対象のカードを選ぶんですよ。対象に取るんですよ、カードを。対象を選択する、効果を発動って言った時にもう魔法トラップカード、これを割りたいですって言うんですよ。これ対象に取ってるっていうことなんですよ。なんですけど、ライトロードハッター雷光とかこのウィンディっていうのは、まずね、発動する時には何も言いません。とりあえず効果発動しまーすっていう宣言をするだけなんですよ。で、ライトロードハッター雷光だったらリバースして効果の処理の時に、カードを1枚選択選んで破壊できるんですよ。だから効果発動の時に対象を取るのか、処理の時に対象に、まあ対象に取るっていうか、まあカードを選ぶのかっていう、これの違い、効果の発動の時なのか効果の処理の時なのか、これが結構ね、大きな違いですね。ちなみに異次元の戦士、こいつらも対象に取るカードではないです。これ選んでとも選択してとも書いてないんですよ。こういうモンスターも対象に取るモンスターではないです。たまにね、わかんにくいモンスターがいるんでね、こういう時はもうほんと遊戯王の公式のなんか Q&A みたいなのを見てもらうしかないかなと思います。で、じゃあどういう時にこの対象に取る取らないが、まあ何ですか、違いが生まれてくるのかっていうと、例えば今相手のフィールド上にレッドアイズスラッシュドラゴン、これ対象に取る効果を無効にできます。装備カードを1枚持ち送ると対象に取る効果を無効にできるよっていうカード。それからこれキャバルリー、これも対象に取るカードの、効果ね、効果が発動した時に手札を1枚捨てると無効にできるよっていうカードなんですよ。だから対象に取るカードは基本的にこいつらで無効にされちゃうんですね。なんですけど、対象に取らないカードであればこいつらで無効にされることはないと。ちょっと見ていきましょうか。魔導戦士ブレイカーを召喚し、魔導戦士ブレイカーの効果を発動します。で、ブレイカーの効果によって魔法トラップカード1枚を魔力カウンターを1個取り除いて破壊しますよと。これは対象に取るカードなんですね。なんでこれ破壊したいですって言います。ただしそれをキャバレリーの効果で手札を捨てて無効にされます。なぜかというと対象に取る効果なんで無効にできるんですよ。
はい、でブレーカー指数で殺人の竜巻、これも対象に取る効果じゃないですか。なんでスラッシュドラゾンの効果で装備カードを墓地送ることによって無効にされて破壊されます。はい、でじゃあ雷光効果、雷光はリバースした場合に選んでフィールドカードを一枚破壊できるっていう効果になりました。なんでこれは無効にできないんですよ、ブラックキャバラリーとかスラッシュドラゴンで。なんでかっていうと対象に取るカードではないから。なのでこういうことになります。何も相手は発動できません。このカードの発動に対して相手は何も発動できないんですよ。なんでかっていうと対象に取る効果ではないから何にも無効にすることができないからですね。はい、ということでこういった違いがあるんですよね。なのでぜひですね、皆さんもこの辺の違いをよく意識して、遊戯王を楽しんでいっていただければなというふうに思います。それではまた2ゲーム目の授業でお会いしましょう。バイバイ。